日本みんな、こっちはダビデ。本当の毎日のイタリア語の世界に突っ込みましょう。だってね、今回はイタリア語の説教。すごく面白いこのレッスン。日本語のクソとか畜生なんてこったなどはイタリア語ではすごく使われてる。みんなに毎日に汚い言葉なんかじゃなくてね、ただの自分の気持ちを表す説教。その気持ちって恐怖でも驚きでも怒りでも嬉しさでもいいよ。これが面白いポイントね。え、わからないところがあったらコメントで Facebook ページで聞いてね。僕やページのメンバーが必ずちゃんと答えますから。さてと、イタリア人はみんな絶叫を使う。みんな、子供、おばあちゃん、弁護士、みんな。絶叫っていうのは大抵短い単語で、それはいろいろだし、もともとの意味は実は全然関係ない。面白いことに、人間のすべての気持ち、すべての感情をこの絶叫でちゃんと表現できるよ。まるで絶叫イコール喜怒哀楽って感じ。ということで、ほとんどのイタリア語の絶叫はいい意味でも悪い意味でも使えるし、一つの小さい絶叫だけでも嬉しさ、喜び、驚き、恐怖、怒り、悲しみなどをパッと表現できる。わかる？そうそうそう。日本語だといい意味ならただのうわ、一方悪い意味ならあったくクソ、畜生などに当たるかも。まあ簡単に言うと、イタリア語のすべての絶叫が日本語ならヤバいに当たると言えます。例えば最も有名な絶叫マンマミーヤを取ってみると、直訳で私のお母さんね、やっぱり元々の意味なんて全然関係ないじゃん。じゃあなんか気持ちを表してみよう。ロトなどで2億円あったらマンマミーヤ、すごくでっかいプレゼントが僕のテーブルにあったらマンマミーヤ、スマホを落としたらマンマミーヤ、いきなり友達がブッで僕にびっくりさせてたらマンマミーヤ、それかテレビですごく悲しいニュース見たらマンマミーヤって感じ。 OK ですか？すべてを表現できる。やっぱり絶叫ってどうやって使うかというと、本当に簡単です。そのまま使えるからってことで、ただのやべえみたいにただでそのまま使えるってこと。一方なんか文章と一緒にだったら大抵文頭に現れる。でもやっぱりマンマミーヤだけじゃなくて、絶叫っていろいろなんかを見てみよう。一番のソフトから最も危ないやつまで。ソフトならマンマミーヤのほかカーボロ、それは簡単ね、覚えてる？直訳でキャベツのこと。ソフトな絶叫なのでみんな使う。子供でも可愛い女性でも、さっき言った通り、もちろんいい意味でも悪い意味でも、重要なのはなんか気持ちであること。それかポルカミゼリア、もうソフトだよ。ミゼリアは貧困、ポルカは直訳でメス豚のこと。貧困への侮辱だって感じ。わかる？メス豚貧困、クソ貧困ってこと。 OK ですか？でも今から危なさをちょっと上げてみましょう。イタリアがヨーロッパにあるので、やっぱりキリスト教から来た文化が強い。だからこそキリスト教に関する絶叫がないなんてありえないじゃん。で、キリスト教の絶叫、これらはソフトなんだけど、というかみんな使うけど、やっぱり子供向けのアニメでは出てこないね。まずマドンナ、直訳で聖母クリストの母、すごく使われてる絶叫だよ。本当に多分一番のやつ。それかジェーズ、アクセントに注意してね。ちょっとそっくりなんだけど、やっぱりジーザスのことね。イタリア語ではジーザスってジェーズっていう。あとおみよディオもあるよ。あ、英語のオーマイガードと全然同じ意味。そうね、ディオってゴッド神のことな。それで最後に最も危ないだけよ。危ないなんてまさか、実はみんな使うよ。まさか危ないっていうのは大抵子供が使ってなかったり、テレビ番組などであんまり出てこなかったりしてるってこと。 OK ですか？でも友達や家族と一緒なら自由に使ってみてね。安心して、ぜひぜひ。その中ポルカプッ
豚穴。覚えてる？直訳でメズ豚娼婦。今回もメズ豚って侮辱として考えてね。クソ娼婦って感じ。それかカッソ、これもすごく面白い。直訳でチンコ。でも信じてみんな使うよ、可愛い女性でも。だからぜひ使ってみてください。まあさっきのカボロの危ないバージョンだと言えるよ。最後にメルダ、うんこ、クソって直訳。でも実はこのメルダって例外として悪い意味だけで使われる。さあ以上です。これが最も重要な説教でしたね。え、覚えておいてください。イタリア人ってみんな毎日なんか説教使ってるよ。本当に OK ですか？よっしゃ、イタリア語の最も重要な説教を見ておいたから、なんか例文を覚えておいてね。そのままでも文頭にでも使える。座標は例えばポルカミゼリア、マペルケピアンジ。全く痛いなんで泣いてるの君は。マペルケ、痛いなんで。ピアンジ、ピアンジェレ動詞、泣く。でもポイントはやっぱり文頭のポルカミゼリア。直訳でメズ豚貧困、ただの説教ね。たく畜生やべえとか。 OK ですか？それかマドンナ、ヴェネルディノンポッソ。あー、金曜日は無理。ヴェネルディ、金曜日、ノンポッソ、ポテレできるってことで、ノンポッソできない。日本語ならただの無理です。ないけど、今回のポイントもやっぱりなんか気持ちを表す説教のマドンナ、聖母、絶叫だよ。いい意味でも悪い意味でも全然大丈夫。日本語の訳はいろいろ。今回もただのあーとかやべーがいいよ。 OK ですか？もう一つなら、オッディオ、チェ、シンゾ、アベ。わー、アベシンゾさんがいるよ。わかる？チェ、三人称に合わせたある、いる。でもポイントはやっぱり最初のオッディオ。なんだろうそれは。それはね、オミオディオ、オーマイガッ、私の神よの略。オミオディオ、オディオ。今回いい意味で使われてるので、日本語ならただのうわーっていう風に訳せる。そう、心臓、アベ。イタリア語では一番なのは下の名前ね。実はすごく危ない説教もあるよ。それは神を侮辱すること。日本では全然存在しない文化だよね。そう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 、神、ディオの後ろになんか侮辱、例えば犬、泥棒、豚などを置くこと。でもそれはすごく危ないよ。僕はね、神のことは信じないから普通に使うけど、その表現はやっぱりテレビでは全然出てこないし、クリスチャンと一緒にいて使ったらやっぱり困るね。だから注意してください。さすがイタリア語の説教なんて本当に面白い話題じゃん。でも今から説教に関するチャットの例文を見てみましょう。今回友達が僕のお家に遊びに来た。でもいきなりなんかガラスが壊したような音が聞いたら、なんと僕のスマホが落としてるよ。それで僕は、何やってんの、なんで君が落としたのって言ったら、手を挙げて友達が、窓、バスタ、イオ、ノンオ、ファット、ニエンテ。最初の窓がポイント。なんだろうかなそれ。わかった？そうだよ、マドンナの略、聖母のこと。やっぱり略することが多い。ソフトな説教でみんな使う。その後ろのバスタ、覚えてる？もういいよやめてよなどの表現、これも説教じゃん。ってことで最初の窓は、今回なんかやめてよもうなどの怒りを表す。続いてみよう。いいよ、僕は、俺は、ノンオファット、ファレ動詞するやるの近過去、ノンがあるので否定文だけど、ノンオファットしなかった、やらなかった。最後にはニエンテ、じゃじゃん、何ものこと。いいよ、ノンネオファットニエンテ、俺は何もしなかったよ。でもポイントは、すべての気持ちを表す
マドンナの略。さてさて、写真のタイムです。これはね、めちゃ面白い広告だよ。ビールの広告、読んでみよう。ミンキャケビール。最初のミンキャはね、実はカツオチンコの意味、同義語、全然同じ意味。もちろん全ての気持ちを表すために使う。それでミンキャ、絶叫の後ケビール。ビールってやっぱりビールのことね。実はこれも絶叫だよ。面白いことにケはケベロ、いいね。ケブオーノ、おいしいな。ケブルッと、気持ち悪い。っていう風に形容詞の前だけじゃなくて名詞の前にも置けるよ。ほとんどの場合いい意味で。今回の名詞はビール、ビールってことで、ケビール、なんてビール、実はなんていいビール、いいビールだな、うまいビールだな、などの意味の絶叫になる。わかる？いい意味なので、その前には嬉しさや驚きも表現できる。ミンキャ、ミンキャケビール、直訳でチンコなんてビール、おかしいね。意味はもちろん、わーいいビールだな。それじゃあみんな、ゼキオってイタリア語の重要な部分なので、ぜひ使ってみてね。自然なイタリア語だから。でも今から身振り手振りだぞ。今回手をこんな風に振れればいいよ。誰かに向かってこんな感じ。この手振りはね、殴るという意味で、お仕置きするぞって感じで使われる。もちろんほとんどの場合冗談っぽくね。従う表現は大抵マナジャ、これもただの説教。例えば息子がお父さんに、お父ちゃんの財布から100円取ったよっていう。それでお父さんは息子に向かってこうする。マナジャって意味はね、今から殴るよ、お仕置きするよなんだけど、もちろんただの説教で冗談だけで使う。オッケーですか？よっしゃ、今回もここまで。ちゃんとのまとめのタイムだぞ。絶叫はどんな気持ちでも表現する。ソフトはママミア、私のお母さん、カボのキャベツ、ポルカミゼリアメス豚、シンコン、ちょっと危ない、マドンナ、セーボー、ジェズ、ジーザー、オミューディオ、私の神よ、危ないやつの中、ポルカ、ブタナ、メス豚、メス豚、カッソ、シンコとメダ、そうなんていいの意味になる。ありがとう皆さん、本当にありがとう。また来週ね。これからもよろしく。